はい、どうもこんにちは、山本流星と申します。ビヨンズの西田しおりちゃんを占ってみたいなと思います。内容はですね、性格とかで人生の流れ、今期卒業時期なんかを占ってみたいなと思います。で、占いにあたりまして、私が開発しました占いのシステムを使って占ってきます。鑑定プログラムと呼んでるんですけども、ですね、今ね、この画面に表示されているものです。これをね、最初に言っとかないと、この画面一体何ってなっちゃいますんでね。一応毎回オープニングで言っています。ちなみに今この動画をご覧のあなたもですね、この動画でやっているように同じように占うことができます。概要欄にリンクがありますんで、こちらクリックしていただけましたら、自分の人生の流れとかね、結婚したらまずい時期とか、起業したらまずい時期とかね、あとなんだろうな、引っ越しとかね、そういうのまずい時期とか、いろいろわかるんで、よかったら、興味がありましたらね、ご自由にご利用ください。では、行きましょう。で、これが、西田さんを占った結果なんですけども、皆さんが使う鑑定プログラム上にはこちら表示されません。あくまでも今、撮影用に表示させてるだけなんですけど、じゃあちょっとまとめたのを表示させます。真面目な優等生って感じですね。ちょっと言っていくと、じゃあ勉強熱心で努力家で責任感強い、仕事も優秀、もう何でもそつなくこなすというか、もう超優秀な人ですね、この方ね。しおりちゃん優秀ね、本当に。で、周囲からの信頼、周囲からの評価も、すごい高いと思います。でですね、最先金って呼ばれるタイプなんですね。で、これの最先金の人ってちょっと癖強いところがあるっていうのと、あと並び的にはちょっと真面目すぎちゃって、地味な雰囲気になるのかなっていう、なんていうかな、アイドルというよりエリート公務員のような感じですね。ではそれぐらい優秀ということで、優秀というか、真面目な人なんだろうなっていうふうに出てますね。でですね、あと観察混雑っていうタイプなんですね。で、これ何かっていうと、ちょっと説明しますね。ここに変換成果って書いてますよね。で、この感って書いてあるんですよ。これ何を意味するかっていうと、仕事とかね、男っていうのを意味するんですね。で、要はこの人の、その何ていうか、自分の中にその男が2つあるわけですよ。で、簡単に言うとですね、モテるんですよ。なんて言うんだろう、男から見たらなんか隙があるんですよね。で、ちょっとエロく見えるんですよ。なんていうかな、いけそうな感じがするんですよね。で、なんで男がね、寄ってきやすいんですよね。女の人がこの観察も混雑っていうのを持つとね、なんかちょっとこういけそうな感じがするんですよ。で、だから、その異性関係で揉めやすいし、モテるんだけど、で、結婚離婚を繰り返しやすいっていう風に言われてるんですよね、観察混雑っていうのは。で、家庭運がね、良くないというか、はい。今まで占ってきた中でも圧倒的にね、多い職種があって、それがね、看護師さんなんですよ。看護師さんの人ってね、観察混雑めちゃくちゃ多くて、で、なんていうかな、で、その官って仕事を意味するので、その仕事ができる人が多くて、で、優秀なので家庭よりも仕事向きなんですよね。になりがちなので、どっちかというと家庭よりも仕事にこう意識向きがちっていうか、バリバリこう働いちゃって、あんま家庭向きじゃないよねっていう。で、っていうのと、だからさっきも言ってたように、やっぱ異性関係要注意っていうのが、ありますよという感じですね。じゃあちょっと中身見ていきますね。やっぱそう真面目な方だろうなっていう。そうですね。そう、磨けば左よりも光り輝く宝石と。勉強好き、努力家。研究熱心、責任感。っていう感じで。やっぱ責任感のすごい強い、すごい真面目な方ですね。信用、名誉いると。ちょっと真面目すぎるというか、前ここもね、そうなんですよね、確かね。真面目タイプですね。堅物というか、はい。だからちょっとね、真面目すぎるというか、はい。ですかね。教員や研究職など、知識や技術を要する仕事に就く人が多いですね。そうね。はい。そんなとこでしょうかね。じゃあちょっと、危険な時期見ましょうか。で、皆さん占うとき、ここ、まず見てくださいね。よく当たるとこです。はい。
で、この子に帰ってある年に、なんていうかな、結婚したりとか、引っ越し転職とか、家買ったりとか、起業したりとかすると、まあ、うまくいきにくいっていうか、結構大きな災いが起きやすいです。あんまり動かない方がいい時期ですね。しおりちゃん、22、23年とかね。まあ、だからここ、皆さん自分の見てくださいね。はい。で、で、事故けが、手術しやすい時期。手術じゃない、事故けが、手術、で、病気、あと精神の 不調、で、人間関係のトラブルですね。で、晩年危険の時期という感じです。で、人生の流れはこんな感じで、若いうちから強いですね。いいですね。落ち着くのだいぶ先ですよ、もうこんな。うん、素晴らしい。ラッキーカラー、白系ですね。白、銀、グレー。で、これがまあ1年ごと占ったものなんですけども、事前にちょっとまとめたものがあるので、それを表示させます。2023年から人生がガラッと変わります。こっからですね。はい、もう西田しおりちゃんも一気にこうブーストしていく感じです。こっからもチャレンジの10年になりますね。で、2033年からの10年っていうのは、まあ自立の時期、結婚するんでしょうかね、まあ独立するのかわかんないですけど、もうそれぐらい何かこう大きな、またそのさらに次の10年もね、大きな何か変化があるのかなという感じがしますね。まあそのどっちにしても、まあ絶好調でエネルギーに満ちてますね。はい。2043年の10年は、病気とか怪我、手術しやすいですね。多分体調崩すんじゃないですかね。で、まあそれ以外はもう全部いいですね。今後もずっと強いです。人生の流れ見てもらった通りです。もうやっぱ強いんですよ。で、ブンっていくのがもう2023年から、あそこがもう超ピーク期で、もう晩年もいいですね。もう西田しおりちゃんにはもう可能性が詰まってるんだぞいという感じでしょうか。うん、もうね、中年期後半も強いし、もう素晴らしいですね。まあ体調崩しやすいっていうところがちょっと懸念ですけど、で、今期は、2024年から26年あたりかな。で、そこ過ぎると2033年とか、先になります。はい、ちょっと中身見ましょうか。だからですね、皆さんがもし使うときにね、見るポイントとしては、この炎マークついてるタイミングで、ここね、結婚とかすると、まあ、うまくいかないよっていうのと、あと、この、ここに、ここから先の10年って書いてるじゃないですか。で、西田しおりちゃんで例えると、2022年が区切りで、2023年から、あと新たなステージに入るんで、ここでこう、なんていうかな、次のステージに入ってるんで、環境の変化とかが起きやすいんですよ。だから、ハロプロだと、卒業しやすいんですよね。この、2023年で卒業する人が、2023年じゃなくて、この環境の変化の、この、切り替えタイミングで卒業したりとかする人が多いし、あとこの炎マークのタイミングでする人もまあ多いですね。なんかね、炎マークの時期って動いちゃダメなんだけど、動きたくなるんですよね。で、まあもうちょっと言っておくと、しおりちゃんに25年ちょっと、人間関係揉めやすいですけど、まあいい出会いはあったりしますね。やっぱ、そうですね。まあでも、そうですね。まあそんな感じかな。うん。はい。ということで、ビヨンズの西田しおりちゃんを占ってみました。このような感じで、皆さんも自分の人生の流れとかですね、結婚したらダメな時期とか、マイホーム買っちゃダメな時期とかね、そういうのが分かったりしますんでね、よかったらね、この動画の概要欄にあるリンクから鑑定プログラム使って、まあ興味がありましたら占ってみてください。今後もいろんな人を占っていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録またはいいねよろしくお願いします。以上、ビヨンズの西田しおりさんを占ってみるでした。ありがとうございました。